人会2の目のお医者さん、内科のお医者さん、歯医者さんとかいるみたいにね。猫界でも役割分担。また月さんの専門は形成外科、猫背、猫舌。いや猫背と猫舌って猫界の皆様は笑っているんじゃないの。今時公衆電話、珍しいよな。なんか生徒が親に電話するとき用らしいけど、そういえば主は一回も使ったことないかも。って考えていたら、なんだかめっちゃ使いたくなってきた。でもな、今の時間家には誰もいないし、どうしよう、どこにかけようか。そうだ、どうせもうすぐ卒業だし、最後にド派手ないたずらしちゃおうっと。おいこらテロップ、プルプルを面倒な表現すんじゃねえよ。はい、こちらゆっくり警察署。だ、大変だー。どうしました？何があったんですか？それがゆっくり耳毛中学の校庭に刃物を持った不審人物が。なんだと。わかりました。直ちに現場に警官を送ります。怪我はありませんか？え、警察？なんで？怪我？どういうことですか？こちらの校庭に刃物を持った不審者がいると通報があったのですが。いや、そんな人いませんけど。何がどうなっている？いやー、まさか本当に来るなんて。おい主、今なんて言った？だから、まさか本当に来るなんてです、先生。おいお前、ちょっと詳しく話を聞こうか。なんで警察の方が来たのかな？それは、主がさっき学校の公衆電話でいたずら電話したから、校庭に刃物持った不審者がーって。マジかよ。なるほど、全部貴様の仕業か。お前、いろんなところからめちゃ怒られる覚悟はできたんだろうな。お説教が怖くていたずらなんてできないぜ。このバカ息子。本当にごめんって。だから坊主だけは許して。許さねえよ。これから成人するまでお前は永遠坊主で過ごせ、このバカ。そんな。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、学校の公衆電話で警察を呼び、めちゃめちゃ怒られて坊主に。はい、ということで本日は久しぶり、第4回、視聴者様身の回りのヤバいやつ茶番。いたずらで警察呼ぶのは確かにヤバい。それでは続き、お楽しみください。じゃあ、逃げろ。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、女子に本物のうんこ投げちゃう。ただのゴリラやんけ。これで教室には誰もいなくなったな。今のうちに好きな子の机を、ゼロ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 。いやまじきもー。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、女子の机を舐め回す変態。リコーダーの次は机ってか。主ちゃん、ヤバいはヤバい。気づいたらもうあっという間に、8月31日。なんで、授業中はあんなに時が止まるのに、夏休みはこんなにも早く過ぎてしまうんだ。それは全国の学生が感じている。宿題、どうする？どうするも何も、今さらもう何したって間に合わないだろ。でも先生、夏休み入る前に言ってたじゃない。宿題やってこなかった生徒は、2学期始まったら放課後、居残りでやらせるって。あ、そういえばそんなことも言ってたような。あたし嫌よ、居残りなんて。じゃあ宿題ちゃんとやれや。考えろ、考えるんだ。必ず居残りを逃れる方法があるはず。そうね。二人で知恵を出し合えばきっと。あーちーちーあーちー、燃えてるんだろうか。まさか。たとえ残りさせても、肝心の宿題がないんじゃ、できないからな。宿題ごと消し去る。さすが私たち、完璧な作戦。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、夏休みの宿題、終わらないので着火。はい、ということで以上、今回もなかなかのヤバいやつ大集合でした。はい、じゃあ国語の授業始めていきます。まずは音読からね。じゃあ霊夢ちゃん、17ページから読んで。はい、ナメコとナマコ、作、主。ナマコはふと思った。俺ってナメコと似てね。もしかして、俺の仲間か？一体どんな姿をしているんだ？そう考えると、夜も眠れないナマコだった。はい、オッケー。じゃあ次主くん。じゃなくて、続きから読んで、17ページ。あ、17ページ、わかりました。ピチピチギャル、真夏のセクシー水着大集合。はい。小麦色に焼けた肌に、色とりどりのセクシー水着。いや、ちょい待てお前、何を読んでいる？これですけど。あ、しまった、ついうっかり。エッチな本を音読してしまった。いや、学校で何を音読しとんじゃー。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、
国語の教科書とエロ本を間違える。いや、どんな間違えってか。そもそもなんで学校にこんなもん持ってきてんじゃ。あ、先生、それにはちゃんとした正当な理由が。学校にエロ本を持ってくる理由、絶対に正当じゃないが聞こうか。なんで持ってきた？はい、それはもちろん朝の読書の時間に読むためです。はぁ、あ、視聴者様、身の回りのヤバいやつ、朝の読書の時間にエロ本。いや、どこが正当な理由じゃボケー。このエロガキが。はい、ということで本日は久しぶり、かれこれ第5回目の視聴者様、身の回りのヤバいやつ茶番。それでは続き、お楽しみください。ちょっと無視じゃーん。あ、悪い悪い、ぶつかった？いや、私にはぶつかってないけど。え、じゃあなんで怒ってんだ？机よ机、私の机にぶつかったせいで、せっかく1ミリの狂いもなくまっすぐだったのに、今ので78ミリもずれた。いやいや、几帳面すぎかよ、いいだろ机の位置ぐらい。よくない？まったく主ちゃんはわかってないようね、お説教が必要だわ。いいこと？机とか身の回りのものの乱れは心の乱れ。いや、マジめんどくせぇ。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、机ちょっとずれただけでお説教。こういう人は絶対結婚しても長続きしなそう。主ちゃん、あんたそんなとこで何やってんのよ。いやさ、主思ったんだ。毎日強制的に学校来て、強制的につまらない授業受けさせられ、なんか窮屈な人生だなって。わかったから早くこっちに戻ってきな。本当に危ないよ。ここにかい？落ちたら絶対怪我するからね。ね、大丈夫だよ。主は自由を求めて鳥さんになるんだから。はい。じゃあさらばだ諸君、自由な大空へ。いざまつんだー。一斉のしまった。窓開けてなかった。いやいや、アホかよ。まあよかったけど。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、俺は鳥になるといい、学校の2階から飛び降りちゃった。はい、危険すぎます。絶対に真似しちゃダメです。この流れでおまけ、マジでやめなさい。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、学校の3階から飛び降りようと。だから注目集めたくて本気じゃないのかもだけど。窓付近、ベランダでふざけるのは危険です。やめましょうね。皆様、これは保育園のお昼寝タイムじゃないですよ。中学の英語の授業ですよ。視聴者様、身の回りのヤバいやつというかクラス、ほぼ毎日クラスの半分くらい居眠り。いやさ、これは先生の問題がありすぎでしょ。さすがに今見たく先生が寝てるってことはありえないだろうけど、そんな状態で授業やっちゃうって、ある意味この先生が一番ヤバいやつだな。ということで以上、第5回視聴者様身の回りのヤバいやつ茶番でした。はい、皆様、冬休みも終わり、今日が3学期初授業。お正月はみんなゆっくり休めたかな？エイキちゃんはどんなお正月だった？親戚で集まったり初詣行きました。お、お正月らしいですね。ユウギちゃんは？私は家でこたつでテレビ見ながらゴロゴロ。お、至福の時よね。マリサちゃんは？お、マジか。まだ何も言ってねえわ。まあ私もダラダラしてました。やっぱお正月はダラダラよね。ニトリちゃんは？私は、祖父の白髪を抜いてあげたら、ハゲになっちゃいました。おいこら、おじいちゃん絶対髪の毛真っ白だったろ。そういう先生は、どんなお正月だった？いやー、それがうちはこのお正月、待望の赤ちゃんが生まれまして。おー、マジか。そういえば奥さん妊娠中とか言ってたもんね。おめでた、名前は決めたんです？うん、僕の名前が主、奥さんの名前がガッキーだから。お、両親の名前から一部取って的な。そんな感じです、主とガッキーなので。名前は主ガッキーにしました。いや、まさかのそのまま。キラキラネーム超えた。アホだ。もう可愛くて可愛くてしょうがないぜ。と、雑談はこれぐらいにして、そろそろ真面目に切り替えて授業やっていきましょう。あ、そうですね。じゃあ2学期最後の続きから行くので、教科書の89ページ開いて。はーい。うおー。急にどうした？しかも教卓で堂々スマホ使うなし。すまない、可愛い我が子、主ガッキーに会いたくなっちゃって。まさか、赤ちゃんの写真見てる？うん。視聴者様、身の回りのヤバいやつ、先生が授業中にスマホ出し赤ちゃんの写真見出す。いや、どんな教師。はい、ということで本日は第6回目、視聴者様、身の回りのヤバいやつ茶番。それでは続き、お楽しみください。それにしても、まさかの身の回りのヤバいやつが先生とは。はは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 は、
ついに完成させたぞ。主は天才だ。ディクショナリー、電子辞書作ったのか？これで明日からの授業はバラ色、暇しなくなるぞ。ん？ちょっとどういうことかわからないので、明日に時間を進めましょう。イエーイ。ふふ、英語の授業、先生に全く怪しまれずあの辞書使えたぜ。次は退屈な数学の授業だけど、あの辞書があれば関係ないぜ。主くん、あんたさっきから何をやっているのかな？何って嫌だな先生、電子辞書で調べ物しているだけですよ。いやいや、数学で何を調べるんじゃ。確かに。ちょっとそれ、貸してみなさい。だめー。見ちゃだめー。おい、なんだこのゲーム画面は。まさか。視聴者様、身の回りのヤバいやつ。電子辞書をゲームに改造。いや、無駄な技術力半端ねー。しかし、数学の先生に没収される。はい、こちらゲーマーの主としては気になり、Google 先生で調べたところ、結構電子辞書でゲームしてみた、みたいな動画が YouTube 上に、普通にポケモンとかやってて興味深かったです。気になる方はぜひ、電子辞書、ゲームで検索。霊夢、なんだ相談って。あのね、私同じクラスの高橋くんが好きで、告白したくって。マジか。それで主ちゃん仲良いから相談したいなと思って。おい、恋する乙女よ、相談相手間違えているぞ。そこでさ、高橋くんの趣味とか、好きなこと教えて、話が合えばうまくいく可能性が上がるかもだから。よくわからないけど、最近高橋は YouTube にハマってるぞ。YouTube、わかったありがとう。イエーイ。ブンブン、ハロー YouTube、YouTuber さんのモノマネで告ったら大成功。マジかー。まさかの成功。ちょっと待って、主もじゃあその方法で好きな子に。ゆいちゃんアニョッス、好きだぜ、付き合ってください。何アニョッスって、意味不明、キモい。完全に真似する人間違えたな。視聴者様、身の回りのヤバいやつ。告白で YouTuber のモノマネ、成功。ただ本人は失敗、悲しい。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。